はい、どうも、ガクチャンネルのガクです。前回ね、まあもう続きで撮ってるんですけど、ファントムのね、僕がちょっと DJI にね、修理をして、機体のね、もう丸々交換、丸々じゃないけど、まあ機体交換になったっていうね、お話をしたと思うんですけど、まあそのね、関係で、ディップス、ね、国交省への、その飛行許可ね、飛行許可の申請をしてる分で、まあ、機体のね、変更届っていうのを出さないといけないんですけど、出さないとっていうか、まあ、手続きをね、する必要があるんですけど、その、やり方、についてね、ちょっと、まあ、お話をするのと、それをね、僕が問い合わせた時に、ちょっとムカッときたね、お話をちょっとしようかなと思います。まずね、まあ、手続きの方法は、まあ、簡単です。もうさっきそれだけ説明しますね。こっち側に、ちょっとスクリーン、なんていうか、画面キャプチャーしたやつをちょっと出しますけど、こちらね、こちらの、だから、左の上ね、無人航空機の、情報登録変更というボタンがあります。そちらのボタン押してあげると、今現在、登録してる機体が、出てきます。ね、こちらの方の、ところ、まあ、だからファントム4プロだったらファントム4プロのところの、編集、ね、編集という、ボタンを押して、その機体の製造番号をとりあえず変えておく必要があります。これはね、今現在っていうよりも次また申請をね、するときに、この情報を元に変更、というか届け出を、書類を作っていくので、まあ、ここは変更しておく必要があります。で、今現在もすでに出してる分ありますね。今現在有効な届け出、書類。で、こちらの変更っていうのはこれを変えただけではできません。で、ここポイントでね、マニュアルとかを見てても、ここを変えるだけでなんかいいような感じの、に読み取れてしまう。たんです、僕はね。まあ、なんか、ちゃんと読めばそうじゃないっていう人もいてるかもわかんないけど、僕の場合はそこだけ変えたらいいのかなと、まず思っちゃったんです。ただ、まあ、やっぱり理屈的にすでに届け出を出してる分に関しては、もう有効な分ね、に関しては、やっぱり変更のなんか届け出か申請がいるだろうと、こんなとこ変えるだけで多分ダメじゃないのっていうのがあって、心配に思って、まあ、後でまた言う、サポートセンターみたいなところに電話をしたんですけどね。まあ、そういうことです。で、有効な、また、そういう話しますけど、有効な、その、書類に関しての変更は、まだこっちにね、出しますけど、このメニューの画面の、申請書一覧。で、これを押すと、今現在、有効の、その、手続き完了してる分が出てくると思うんですけど、それの紹介編集、ね、こちらの方を選んでもらって、その画面の次、機体追加っていうところ、こちらの方を押すと、今現在その登録されてる、機体が出てきます。で、ここに、一番後ろのところに追加製造番号などという、ところがあるので、そちらの方に新しい、機体のシリアルナンバーね、それを入れてあげて、機体追加ということで、登録をしてあげると変更がかかるということでした。ね。手続きとしては今の2つね。だから今現在有効なやつは今言った手順ね、機体追加のところで申請書を変更してあげる。で、これから先にまた届け出書類出していくため、まあ、新しく作ったり、更新手続きね、するときには、さっきの機体一覧のね、最初のメニューの機体一覧の、ところの情報が、なんていうか、引っ張っていかれるんでね、そちらの方も変更しておかないといけないと。2点ね。で、これもね、僕、なんかこう、ホームページとか、まあ、Google 先生でいろいろちょっと、電話する前にね、そのサポート窓口、あれなんていう窓口だったかな、これログアウトしたら出てくるのかな、正式名称ね、出ないな。なんか、無人航空機サポートなんとかって書いてたと思うけど、まあ、国交省の窓口にはなるんですけどね、出てきた。無人航空機ヘルプデスク。ね、ヘルプデスク。で、ここへ電話をしました。で、その電話をする前に、
あの Google 先生でこういろいろ調べてたんですけど、やっぱりねちょっと誤解されてて、機体情報の上のところの、そうメニューの、左上のところの、文だけを変えればいいみたいな解説を書いてる、なんていう方とかもいてたんで、多分それは間違えてるんですよね。それだと現在有効なやつに関してはあの変更できてない、ということになります。でこれは前回ちょっと話飛び飛びでごめんなさいね、あの前回ちょっとお話をしたんですけど、あの過去のニュースでこの機体情報の変更をしてないっていうだけでね、だけじゃないな、まあ、事故を起こしてるんだけど、事故を起こした時にこの機体情報の変更をしてない、ね、だからあのなんていうかな、許可を受けてない機体で勝手に飛ばしてたみたいな書かれ方をしてたんですよ、ニュースで。まあ、実際はその故障か何かでその違う機体を飛ばしてて、それが単にあの申請の中のね、許可、機体に入ってなかったんですけど、まあそれも一緒か、まあ一緒なんですけどね、まあ、あの許可を受けてなかったというような感じに書かれてたんで、まあ僕みたいに今回これ機体変わってね、故障っていうか交換対応で機体変わったら必ず今言ってる手続きはね、してください。じゃないとまたね、あの上げ足取ったような感じで、あのニュース報道もしね、何かあった時にまた余計なね、なんていうかこうなんていう の, あの騒ぎになるんで、まあ絶対ねしてください。でそれに伴ってじゃない、さっきのヘルプですね、これ腹立った件ここからね、話をしますけど、僕はそのなんていうか事件っていうか事故のあったので、その機体情報 の, その番号変わってないってだけでえらい言われてたの知ってたから、まあ心配だったわけですよ。僕は結構心配性なんで、で機体情報の登録だけをまあ他のね Google 先生見て、あこれだけ変えればいいみたいな解説出してる、そのなんていうかホームページみたいなのがあったんですけど、ちょっとさすがにちょっと信用できないと、それだけではあれだと。でこの DIPS のマニュアルもあるんですけど、それ読んでてもなんかねよくわからない。であのそのホームページね、どっかの誰かが書いてるホームページと一緒で、そこの機体情報の変更だけを変えればいいようにも読み取れるような内容だったんです、マニュアル自体がね。でさすがに今現在有効のね、書面に関してそれだけ変えるっていうのはおかしいなっていうので、ヘルプデスクに電話しましたね。で、電話したらまあお姉さんが出てくるんですけど、そのお姉さんがね多分ねもう本当にど素人っていうか、もう全然知識がないんですよおそらく。でそういう機体がとりあえず変わって、あの製造番号だけが変わりましたと、機体は同じ機体なんですと、同じ種類のね機体なんですって言ったら、まず言われた、まあ何言ってるのかちょっとよくわからないところもあったんですけどね、まあ何回かやり取りして、そういうこっちは機体が変わったっていうことを言ってやってたら、もうさっき言ってたそのメニューの左上の機体情報の変更のところを、製造番号今入ってる分を消して、で新しい分を入力してくださいと、でそれで OK ですって言うんですよ。おちょっと待ってくれと、でも本当にそれでいいんですかね、あのもしこれ僕ニュース、こういうニュース見てすごい不安に思ってると、これだけでもしかしたら違反とか何かあった時に言われませんかって、僕それ心配なんですよって言ったら、とりあえずじゃあ、ちょっと上司に確認をしますと。で、なんていうかな、折り返し、もし何か今言ってる機体情報の変更のとこに、だけじゃなくて他に手続きが必要な場合は折り返し電話をしますと。で何もなければ電話しませんからねって言うんですよ。で、まあ普通そんな対応しないと思うんですけどね。で、私、まあ名前と電話番号も言うんですけど、電話番号も復唱は全くしないんですよ。一回聞いただけ、本当にこっちから復唱しようかなと思ったくらいですけど、ちょっとなんか大丈夫かこの人って思ってたんでね。で、電話は一回切りました。ね。で、やっぱりこうどのくらいでかかってくるかも、だって何もなかったらかけませんよ言われてますからね。で大丈夫かなと思いながら、でどのくらいかな、30分くらいしてからかかってきました電話が。でやっぱり僕が思った通りダメだったんですよ。まあ最初にねもう説明はしましたけど、やっぱり申請書類の一覧のとこからその手続きがいると。でそれもね画面見てないんですよ、そのホームページのその今の
僕が開けてるディップスの申請のこのね、だから説明がね、間違えた説明するんですよ。これもね、困りましたね。もう何言ってるかよくわからないんですよ。でちょっとなんか上から対応みたいな感じでね、あの偉そうな感じでこう言ってくるわけですよ。なんかね、ちょっとね、僕思ったんですけど、そう、国交省の一応そのヘルプデスクでもこう外注してるのかもわからないですけど、一応メインの窓口ですよね、これね。そこがね、なんかそういう対応ってどうなのっていう感じでは思いましたよね。最低限ね、だって機体のその製造番号の変わったとか、多分僕が初めて問い合わせをした内容でもないと思うんですよね。当たり前だ。そんなんいっぱいあると思うんでね。なんでその、なんていうかな、マニュアル化してないとか、そんなんね、知識がある人をちゃんとね、電話窓口に置いてくれないかって、だって重要じゃないですか。もし僕が最初のその女の人の案内を聞いて、あ、そうですか、ね、じゃあもう機体情報の変更のとこだけ、メニューの左上のとこだけやればいいんですねって言って、万が一僕が事故を起こして、それで、いや、登録してる内容と、違いますねと。で、いや、こっちは電話して確認しましたって言っても、どうせそんな証拠もなければ何もね、ないと思うんでね。向こうはなんか電話録音してるかなんか知らないけど、多分そんなことは、都合悪いことは出さないだろうし。で、こっちはそんなん電話の通話なんか録音 しないでしょ、そんなんね、普通ね。だから何かあった時どういう対応してくれんのかなと思ってね。だあまりにも無責任だなと思ったんですよ。まあ、機体情報のその、向こうの女の人の感じからすると、その製造番号変わったくらい、なんていうの？そのくらい、大したことないでしょ、みたいな感じ、そんなこと言わないですよ。そんな感じの対応なんですよ。なんだかね、僕がニュースの話持ち出して、その逮捕者とかも出てませんかって言ったら、ちょっと向こうも焦って上司に確認しますって言ったような感じだったんでね。はい、ということで、まだ愚痴の動画になってますけどね、皆さんもお気をつけください。ヘルプデスクのね、言ってることはね、ちょっとそのまま鵜呑みにしたらね、後で大変なことになるかもわからないんでね。もし心配だったら念押しして上司に確認してくれって言った方がいいと思いますね。あ、なんか怪しいと思ったらね。ていうか、そんなこと言わなあかん、ヘルプデスクってヘルプデスクじゃないですよねって思っちゃうけど、どうなんでしょうね、本当にね。なんだろう、もう最近こんなムカムカすることばっかりが続く。ムカムカ、まあそうか、ムカムカやね。はい、もうどうなんだろうな。はい、一応まあこんな話も動画にして残しとくんで、まあ機体のね、変更されたりなんかした時には重々ね、お気をつけいただいて、手続きは必ずね、保険、ディップス、あと何があるのかな、まあ、とりあえずその2つだけやっとけば大体いけるんじゃないのかな。なんか特殊なことやってない限りはその2つやっとけば大丈夫だと思うんですけど、はい、ということで、今日はこの辺で失礼します。まあ皆さんもね、やっぱお役所が言ってることだから信用するっていうのだけはやめときましょうはい、ということで今日はこの辺で失礼します。さよなら。